ナンマンダーブ、ナンマンダーブ、ナンマンダーブ。こんにちは。釈是真です。天気もだし落ち着いてきましてですね、過ごしやすくなってきました。いろいろな地方の方がご覧になっていてくださっているようでありまして、っていうのはですね、意外なところからメールをいただいたりしております。ちょっと続いてやっておりまして、70のですね、阿弥陀様からの言葉、2人いても1人、これが人生、1人いても2人、これが本当の人間ということで、71も合わせてですね、お話しさせていただいておりまして、今日はその続きの最後ですね、1人ということについて、あともうちょっと文章が残ってましたんで、終わる、これね、多分30分で終われるかどうかは分かりませんけども、読ませていただいて、ここは終わりにしたいと思ってました。1人と2人って言っても、結局私の言いたいことは阿弥陀様と私ということしかないんですね。ですから、いろいろなこの、普段使っている言葉ですよね、2人で1人とか1人で2人って言っても、世の中でいうところの、人間同士の一人と一人、1対1、1人対1人対3人とか4人というような関係で、考えていくということも大事なんですけれども、基本はやっぱり一人の中にですね、ここに書いてある通り、一人に徹すれば仏様と2人の世界が見えてくる。だけどもその仏様との世界が見えてくるということが、実は隣にいらっしゃる方のですね、仏様の心というものにも触れる、見える、出会えるということになりますと、何かただの、友達、親子、夫婦、友人、恋人、家族という中にもう一つですね、深い、つながりというものが、本当のですね、人間がつながらなければならないつながりというものが見えてくるんじゃないかなということなんですよね。そういうことで、2人とか1人とかっていう分けて考えてますけれども、結局は、まず私が本当の1人になるということにならないと、人間関係もですね、うまくいかないのかなと思いますよね。だけど1人に徹したから、もう全ての人とですね、人類愛に心が満ちて、分け隔てなくですね、付き合っていることができるかというと、煩悩がありますから、まだちょっと難しいんですよね。できることはできるけども、できないことはできないですね。そういう限界はあります。個人の限界はありますよね。限界を持ちながらも、無限の可能性というものをみんな持ってるんだという世界に気づけばですね、本当の勇気と愛と希望というものに、ささやかながらね、生きていくことができる。そういうところに、阿弥陀様も、お釈迦様も、親鸞聖人も、今共に同じですね、この地球の空気を吸っている、命の友達がですね、見えてくる世界が与えられるということだと思っておるわけであります。で、今日は同じようなことですけども、2人から生まれて1人から2人になる、そして3人になったり4人になったりして、そして最後は1人になる道を歩きながら、私は本当の私になっていくと。ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、要するにお父さんお母さんからですね、生まれて一人ですよね。そして、結婚した場合、なされない方もありますけども、2人、あるいは、事実婚ですか、同居、いろいろパートナー、いろんな言い方があると思いますけども、そういう方々としてもですね、2人になる。夫婦でね、例えば。そして、そこで子供さんがですね、生まれる。あるいは、養子さんとかですね、お婿さんっていうんですか、なんか 養子さんですか。子供さんをどっからもらうと3人になったりする。あるいは4人になったりする。ブラッド・ピットとアンジョリーナ・ジョリーさんはあれ、ねえ、自分の子供以外に5人ぐらいですか、子供さん養子として育てておられましたよね。すごいなと思って、そんなことできるのかなと思ったら、なんか
お別れになったそうでありますけれども、子供たちにかわいそうな思いさせたなとね、ひと事ながらまあ経済力があるんでしょうから、まあね、経済的にはよろしいんでしょうけれども、子供たちね、やっぱり傷ついたんじゃないかと思うんですね。なんか情報雑誌で見ておったら、両親が離婚された子供さん方の結婚率っていうのは低いって書いてましたよね。そうですよね。親が喧嘩してるの見て、私も結婚したいなんて思わないですね。私でさえそうですからね。そう思いますよ。しょっちゅう喧嘩してですね、いる姿見たら、結婚ってなんだろう、なんでこんなに喧嘩するためにね、結婚したのかって思う時ありますよね。だったらね、しない方がいい。せいせいして一人で生きた方がいいっていうのはどこもありますからね。だからなんで人って結婚するのかなというところはあります。まあ、仏教では前も言いましたけれども、五百姓の仇と言ってですね、まあ、夫婦っていうのは、ここで会ったが100年目っていうことでですね、思う存分、仇に対してですね、恨みを晴らす場が夫婦の生活だと言いますけれども、まあ、表面はね綺麗に作っておっても、内面ではやっぱり葛藤がありましてですね、まあ、じくじたる思いをお互い抱きて生きていくということになりますと、それはやっぱりね、五百姓の仇になってきます。だけども、そうでない方もいらっしゃいますんでね、それはやっぱり何かそこに大事なものをね、持っておられたり見つけたり、あるいは宗教的なつながりっていうんですかね、二人とも仏様、神様を信じることによって、何かお互いにね、尊敬し合いた、割り合いながら、自分の愚かさをですね、神や仏に懺悔懺悔しながら生きていくっていうところで、まあ、一緒にね、生きていくという、まあ、本当に、そういうところが本当のパートナーじゃないかなと思うんですよね。まあ、それが結婚という形であれば、それは結婚ということにもなるでしょうしね、さまざまなつながりが大事だということだと思いますね。でも、そういうふうなものを通じながら、やっぱり私は私になっていくということにな、そういう道がなければ、なんかですね、結婚した意味もないのかなと思うんですね。一緒になるということでもそうですね、まあ、一緒になってもならなくても、やっぱり私たちはね、私になっていくという道、自分探しという言葉があるそうですけれども、私の中にそういうですね、私は一人の人間になりたいという願いがこう潜在的にありますから、仏教でも、まあ、荒屋敷っていうのはね、天屋敷というものもあって、心の底にですね、自分自身を愛したいと、自分自身を本当に許したいと、自分自身と一緒に生きたいっていうようなですね、心があるんですよね。それを仏様と言ってもいいでしょうし、その人と全てですね、許し合いながら許され合いながら、私たちの意識化すれば全て許されながらということですけどね、こっちが相手を許すことなんか何もありませんけどね、こっちが 100% 許されて、そして生きていくということしかないんですけれども、そういうところに私が本当の私になっていく道っていうものがですね、ある。それが仏教ということだと思うんですね。そういうことを親鸞聖人は、浄土真宗は大乗の至極なりということですね、極めつきだと、これ以上の道はないね。浄土真宗、念仏こそが仏教なんだって言ってですね、まあ、激しい意見ですよね、激しいと言いますか、徹底した気持ちでもって、自分はそういう信念に生きてるんだということをおっしゃってるんですね。まあ、そういう流れが、まあ、念仏の中にねございます。一言で言えば、私は本当の私になりたいという願いをですね、叶えていくことが一人に徹すというところに、ね、言葉にもなっているわけです。ちょっと長いですが、次は、極楽浄土には悪い人は一人もいない、みんないい人になる、そんな仏の世界が一つぐらいあってもいいと思うと、最近そう思ったんですね。極楽浄土なんて行きたくないですよ行きたくないんですけれども、極楽浄土にはね、善男子善女人という言葉があって、良い男の人たち、良い女の人たちしかいないって言葉が書いてあったらね、
あったんですね。まあ、それでずっと昔読み飛ばしておったんです。まあ、そんなもんかなと思ったんですけどね。だけどもやはりこの、世の中生きていくうちにですね、やっぱりお浄土はね、全ての人が一つになれる世界、そういうところがあってもいいなっていう気がね、したんですね。まあ、それを私たちは生きてる時に南無阿弥陀仏の中から感得できるということがあればですね、その一文でもね、武士の一文じゃないけど感得できる、まあね、匂いを嗅ぐといいますかね、ことができればね、ありがたいなということですよね。できるんですね、念仏でね。なるほどな、南無阿弥陀仏がお浄土なんだなというところがね、凡夫の私にもね、少しこう、ふわっとね 感じることができます。それがありがたいと思うんですね。これのまあね、100%ですからね。まあ行きたくはないんですけども、行かなきゃいけないのかなと思うんですね。短い文章ですか。次はまた一人になってしまったと。最後はね、一人になるんでしょ。ね、棺桶には一人分しか入れられませんからね。そこから考えていけば、今生きて多くの人とね、お話し合ったり、いろいろな仕事でね、お付き合いしていますけれども、最後はね、生まれてくる時もお釈迦様は独生独死独子独来って言ったけどね、また一人の世界に帰っていくんだなと、これでいいという世界がね、あったらいいなということですよね。その次ですが、誰でもがその世界でメジャーデビューしたいものだ。念仏者も極楽世界にメジャーデビューする。そして阿弥陀仏になり、自由自在に念仏を布教できるようになるのだ。だからこの念仏の中には、ブッダも親鸞も我らの先祖も諸仏の一人として平和な祈りを私たちに呼びかけているのだと。ああ、メジャーデビューっていうとね、大谷選手が今大活躍でね、まあ、岩手の放送局なんかもね、毎日のようにホームラン打ったとかヒット打ったとかね、言って、盛岡からちょっと南のね、花巻東高校でしたか、あそこからね、2人もね、ピッチャーが出たんですね。菊池雄星さんとかね、まあ、特にまあ大谷さんの方がちょっといろいろ活躍しておられますけども、メジャーにデビューしたい、まあ、実業界でもそうですよね。株式会社の一部上場とか、ね、二部上場とかいろいろあるそうですけど、ああいうようなところに出て初めて企業がね、社会的にこう認められるんだっていうことを聞いたことがあります。あ、そういうもんかなと思いましたけどね。あとは世界で一番古い、お店っていうのは日本にあるっていうんですね。金剛組ですか、ね、なんかそういう金剛組という建設会社ですかね、あるいは世界で一番古い会社みたいなもんだそうでありまして、まあメジャーっていうんですかね、どういう世界でもメジャーっていうのはあるんですよね。やっぱり宗教界でも、メジャーデビューっていうわけじゃないですけれどね、さまざまな方がティク・ナット・ハンさんとかですね、あるいはガンジーさんとかですね、いろんな方いっぱいいらっしゃいますでしょ。そういう方がね、日本でもいっぱいいらっしゃいますけどね、そういう方々が、まあ、メジャーデビューする。だけども、どんな人でもね、メジャーデビューできる場所がある。それは念仏者。念仏喜ぶ人はみんなメジャーデビューできるんだということですね。お念仏させていただいて、自由自在にね、真実を解ける仏にさせていただくと。その中に私もね、仲間にさせていただけるんだということを、まあね、そういう言葉でちょっと言ったわけですね。みんな人生にさよならされて、たった一人で去っていく。まあ、いろんな人生ありますよね。
苦しい人生の方が多いですけど、だけども私たちはね、多くの人ともさよならしますけども、私の歩んだ人生にもね、はい、さよならとかも言われてですね、去っていかなきゃならないわけですよね。夜と霧を書かれたフランクルさんですか、あの方が有名なことはありますよね。正確じゃないですけども、私が人生を生きる、私が人生を生きるんじゃなくて、私がいかに生きるかを人生に問うのではなくて、人生が私にいかに生きるかを問うているんだっていう言葉でしたかね。ああいう壮絶なアウシュビッツの中でね、ああいうふうにこう人間の悲惨なところでね、よく希望を失わないで生きていかれたんですね。絶望の中でああいう希望を見つけていかれるということは大変なことだと思いますよね。もう足すは死ですからね。なんかそういうのを見ますと、やっぱり人間の心の中には、柳田邦夫さんの山の人生じゃないですけどね、子供たちがお父さんのために死んでいくというようなことを、最後の最後のところでなんかですね、人間は人のためにね、生きていくことが一番の幸せなんだみたいなところがね、心があるんじゃないですかね。そういうものがなんかフランクルさんが ああいう収容所の中でね、多くのおじいちゃんおばあちゃんたち子供たちがね、表してくださった、それがとてもね不思議で尊厳に満ちたものだったというんですよね。ですけれども、まあそんなことで、どんな人でもね、逆にみんな人生にさよならされて、たった一人で去っていくっていう、この事実はね、まあ、実存的なっていうんですかね、一人で去っていくところに悲しさもありますけれども、何か落ち着いたものをね、なんか見えてくるのかなっていう気がしますよね。まあ大事な問いを人生から逆に、問われて、今死んでもいいのっていうようなことがですね、問われてるわけですよね。次は、阿弥陀様は一人一人の耳元にもう大丈夫だよと囁いておられるのだ、それに聞こえた時あったんですかね。大丈夫じゃないですからね、世の中ね。だけどももう大丈夫だよと言ってくれる人、そういう声をね聞きたいんですよね。そう言ってくれたらね、まあご飯ね100杯食べるよりもね心がね満ちますよ、満ち足りますよね。そういう言葉に私たちは出会いたくて生きてるのかなという気がするんですよね。それが南無阿弥陀仏ということだと思うんですけどね。もうちょっとですから、南無阿弥陀仏という言葉をね、いろんな方々が翻訳されて、お願いだから帰ってきておくれという言葉にね、翻訳された先生もいらっしゃいますしね。最後は自分なりにね、そのお念仏の言葉というものを翻訳して受け止めたらね、いいのかなと思うんですね。私はちなみに、ね、まあ、私の背中に飛び乗っておいで、ね、背中にね飛び乗っておいでってですね、まあ言われたような気がしたんですね。そして背中に飛びついたら、はーっとね力が抜けて、仏様のねお腹の中にスポンと入ってくるような安心感、まあ、お母さんの背中にねおんぶしてもらったようなもんですかね、はーっと力が抜ける感覚があってですね、もう大丈夫なんだなっていう気がしたんですね。まあ、いろんな方のいろんな体験経験がありますんでね、まあ要するに、まあ、まあいろんな、次ですが、いつまでも日の当たらない煩悩の谷底で、ただ一人私の真の幸せを願って、苦難に耐え、ただ合唱している静かな法蔵菩薩様の姿を見れば、もったいないとしか言えないと。まあ、朝から晩までね、なんだらかんだらああだこうだってね、つぶこべつぶこべと言い訳しながらですね、文句煩悩を垂れながらして生きてる時にですね、それを全部ね、ああそうかそうかってね、聞く方大変ですよね。カウンセリングの川合駿先生もね、もう聞くっていうことは大変だって言うんですよね。片足は相手の心にね、入って、
片足は必ずこちらの外に出してなきゃダメだって言うんですね。ですから相手見になって話を聞くなんてことは本当疲れるってね。10分でも疲れ、1時間でも疲れる。ほっとほっと疲れますよって言うんですけどね。だけども何かそういうふうなその中からね、愚痴ですよね。愚痴みたいなものを聞きながらその中にね、ダイヤモンドが見えてくる、ね。ダイヤモンドに出会う時がある。ダイヤモンドがね、まあ、ゴミ、なんて言いましたかね。患者さんがですね、先生すいません。私のね、ゴミみたいなものをね、拾ってくださってすいませんでしたって言ったんですね。そしたら河合先生、いやいやいや、そのゴミの中にね、たまにダイヤモンドが落ちてるからね、ああ、大丈夫ですよって言ったって言ってましたけどね。まあ、なかなか私たちもそういうふうな生活の中でね、念仏に出会うということが、仏様にね、ご苦労かけてる。阿弥陀様に救われるということは逆に、その前のね、ご苦労をかけておった法蔵菩薩様の世界というものも見えてくるということですよね。ご苦労をかけましたというね。母もなし、父もなき鬼の子が一人ゆくゆく地獄道、何万だ仏何万だと。これはね、私のことですかね。まあ、これは親が生きてる時に書いたんですよ、これね。はい、次ですが、一人の喜びが本当の喜びになるためには、もう一人の喜びが必要だ。二人の喜びが本当の喜びになるためには、それを見守っている人々の喜びが大切だ。これが阿弥陀の諸仏生妙の願という、諸仏生妙の願という、17願っていうのが、四十八願があって、17番目、別に番号がついてるわけじゃないですよ。1、2、3知って順番からね、無産幕主の願というのが一番最初にあるんですけども、諸仏生妙の願っていうのがね、そういうことかなということですね。要するに、私が救われるということは阿弥陀様の喜びでもあり、諸仏のね、あるいは念仏者方のね、喜びでもあるということですね。一人の喜びではない。信心歓喜という言葉もありますし、親鸞聖人の言葉でしたがね、誘惑歓喜という言葉もありますよね。一人喜ばば二人いると思うべし、見たりいたらば、一人いたらば、一人で喜ばば二人と思うべしですか。二人いたら三人見たりと思うべし、三人と思うべし、その一人は親鸞なりという言葉をね、紹介しましたけども、お釈迦様もね、私たちが念仏すると、よく念仏してくださったな、私もじゃあ念仏さ一緒にさせてもらおうか、生阿弥陀仏ってね、お釈迦様もね、念仏してくださってるんですよね。そういうところが念仏のありがたいとこかなと思うんですね。もちろん。あ、次は、法蔵菩薩様の悲しい願いが、今私一人が救われ、喜びの願いに変わったよ。何万打仏、何万打仏、もったいないよ、何万打仏。悲願が祈願で何万打仏。悲願というのは悲しい願いが喜びの願いにということですね。まあ、これはいいですね。この世の中に私を信じなくてもいいよ。私をどれだけ憎んでもいいよ。どれだけ私を死ぬまで叩いてもいいよ。私を何度でも殺していいよという人はいない。しかし、この世にたった一人だけ、法蔵菩薩様だけは、私にそう言ってくださっていたのだ、というですね。まあ、要するに、信じないということはね、神仏を信じないとかですね、知らないときっていうことは、知らないときはね、まあ、罪が変わるんでしょうけども、そういうことを知っておって、なかなか信じられないっていうのは、やっぱり逆に言ったら、神仏をですね、無視してるっていうか、まあ、黙殺っていうんですかね。してることになるんだということですよね。だけどもそれを承知で、普通はですね、俺のことをそんなに無視するんだらバチ当てるぞっていうのが普通の神様仏様ですよ。ね、もうちょっとね、俺のことをね、大事にしなさい。ね、その祈りに応じのステータスに応じて幸せを与えようっていうのは普通ですよ。それが人間の
作った神様のね世界じゃないですかね。ところが本当の仏様、阿弥陀様っていうのはそうじゃないんですね。どこまでも私を許し続けてくださってるから、私たち頭下がるんですよね。これだけね、功徳を積まなければね、先祖が助かりませんとかですね、なんかこう取引じゃないですか、そんなのね。あれを直さなきゃダメですよ、これを直さなきゃならないでダメですよってね。まあそれこそ赤塚秀太さんじゃないけどね、指さしてる残りの薬指と中指は自分の方を指してるんじゃないかと言いますよね。だけど最初はそんなことを気がつかないです。あいつのせいだ、こいつのせいだ、ね、水子の触りだとか母相だとか火葬だとかね、風水だとかというようなことで、何が私たちはね、外のせいにすると楽なんですよ、ね、先祖のせいにすると楽なんですね。あ、そうか、じゃあ先祖供養すると私にね、今のこの病気が治ったりですね、幸せが訪れたりですね、ひょっとしたら宝くじまた出るんじゃないかというのですね、まあわずかな金額でね、大きな、ね、利益を得ようという、まあ恐ろしいんですね。そこの中間に搾取する人たちのね、思うつぼなわけですよね。その仲買人っていうんですか、中身様、お敵様の中に立ってる方、それからそれを拝んでほしいって悩んでる方ですね。中間搾取っていうのはそういうことじゃないですかね。そういう関係は本当は宗教はいらないんですよね。神様と人間と仏様、私たち、仏様と私、神様と私、直接の対話なんですよね。それは教えてくれる人はありがたいですよ。ありがたいんだけれども、最終的にはね、そこでとどまらないっていうんですね。だけど大抵そこで止められるんじゃないですか。私の言うこと聞かなければね、神様には面会できませんよみたいなことですね。面会許可願いするためにね、何十万何百万出す方いますからね。まあですから、法蔵菩薩様はね、そんなことはしない、阿弥陀様はね、そういうことはしない仏さんですよということですね。残念だが、この世で最後まで私を信じ、一度も裏切らなかったのはたった一人、法蔵菩薩様だけだったと、ね、阿弥陀様だけだったって言ってもいいですけどね。これはまあお一人お一人のね体験で、いやーそんなことないですねっていう方もあると思いますんで、私にとってはそういうことだったって個人的に経験でございます。次は、私にとって宗教とは虹のようなものです。レインボーですね。それぞれの色がそれぞれに輝き合い、まばゆい橋になっている。この虹の橋は人間をこの世で最高の高みにまで歩ませるものだと思います。ただ遠くからきれいきれいと眺めるばかりではなく、その橋を信じて登ろうとするときには、誰でも生来持っている真実の愛と勇気と希望が必要です。だからこそ、そこにみんなが登っていける道がすでにあったのだと思います。これが本当の宗教だと私は一人信じて今生きていますということですね。虹って綺麗ですよね。ああ虹、なんか今日いいことあるんじゃないかと思いますよね。私も素朴にね、あ、いいなってね、オーバーザレインボーっていうね、歌がありましてね、オーバーザレインボーってなんとかかんとかってね、いい歌ありますよね、昔。外国の女性の方がね歌ってましたけど、あれはオズの魔法使いの映画の中のねテーマでしたかね。で、虹ってなんか追いかけても追いかけてもね、捕まらないんですよね。誰もあの虹の橋をね、丸い太鼓橋のような橋をね渡るってことはないですね。あれ、地球の外から見るとね、丸いそうですよね。だけども地上から見ると半分しか見えないそうですよね。まあそれでいいだと思うんですけど、そしてよくなんか虹の出るところに宝が埋めてあるとかですね、昔なんかそういう物語とか映画ありましたけどね。ああいう橋を実は私たちは渡るということが、宗教の世界に生きる人間になっていくということですよ。誰だって最初からあんな二重の橋を渡れるなと思いませんよ。だけど子供は信じますよね。あ、
あの西の橋渡ってみたいなって、絵まで描きますよね、子供たちね。西の橋かい、その辺か、自分たち歩いてるね。歩けるんですよ、あれ、信じたら。歩けないと思ってるだけですよね、疑ってるからね。人間の常識では無理ですね。科学的にも無理ですよ、物理的にも無理ですよ。だけども信じるというその世界ですね、からは可能なんじゃないですかね。だから登ってみればいいんですね。登ってみれば 登っても見ようともしないで、最初からああダメダメと思っちゃったらね、登れないですよね。不可証、不可説、不可思議と言いますからね。まあ、私は神秘主義的なことを言ってるわけじゃないんですよ。念仏が大事だ、念仏で仏になれるんだ、救われるんだって言ってあるならば、それを信じて念仏すればいいですよね。だけど親鸞は好きだけど念仏は嫌いだっていう人いますからね これはね、まあ、困るんですね。一休さんが好きだって言ったらね、座禅で悟りを開けるんだったらね、座禅の本をよく買って読むんじゃなくて、座禅してみればいいだけの話ですよね。そういうことじゃないですかね。西の橋を渡るということは、念仏してみましょうよ、まずね。はい、次ですが、私一人が助かったんだから、全人類も必ず助かるはずだと。親鸞聖人もね、親鸞一人がためなりということで、私一人って言ってますけども、それはね、すべての人の、代表っていうとね、言葉が大げさですけれども、一番人類の逆三角形のですね、底辺の角っこのところにですね、親鸞聖人がいらっしゃるんです。在庫人事の番部としてね、そこから発信してる言葉なんですよね。この私のようなものこそ助かったんだからね、私でも助かるんじゃないんですね。そのような私こと助かる教えなんだっていうね、そこに立ってみれば、はあ、私の上にいっぱいいらっしゃるけど皆さん大丈夫ですって当たり前のことですよね。逆三角形の上の人はみんな助かるはず。次は、阿弥陀様は私一人を救うために42億年待っていた。助かって初めて気づくお任せだ。だけど私は到底我慢できん。何万だわす、何万だわすですね 私には無理ですよって。で今でさえね、まあ、5分間も左手、右手ですか、右手上げてね、お、助けるぞなんてね、もう自分だけで精一杯10分も上げたらですね、まあいいんじゃないか、そろそろ休もうかっていうことですよね。上げ続けるっていうこと、今も上げてらっしゃるんですからね、最後の一人を救うまではね、上げた右手は、ね、下げない。これはね、人間には無理ですよね。42億年なんて待てないですよね。次は、お釈迦様が誕生した時、東西南北に7歩歩み、天上天下唯我独尊と言った。限られた時間と空間的に生きている全ての命あるものは、7歩目に釈尊が出会った普遍的で平等な仏の命の願いに目覚めることが大切だと、人間に生まれた課題を示した。その課題を解決した時、その一人の輝きは遠くの命まで輝かせることができると言われたのだと。まあ昨日もね、天上天下唯我独尊ということでなんだかんだと言いましたけれども まあ、人間の独自宣言だというようなことですよね。まあ、仏さんの心に、お釈迦様が仏の心に目覚めるというと変ですけれども、真実の方に目覚めだ。まあこれはちょっとね、長くなりそうなんで飛ばします。次は、ブッダの悟りとは、ご飯を食べてその硬さや甘みや美味しさを味わうようなもので、いただきます、ごちそうさまでしたと自分の人生に言える人間になることだと思う。非常にも簡単に言ってしまってですね、申し訳ないですけども、自分の人生にですね、私たち生まれた時にね、いただきますなんて言って生まれてきませんよね。おにゃー、なんでこんな苦しい世界に生まれたんだ、
元のね、お母ちゃんのね、安らかなね、静かな、安全なところでね、戻りたいっていうのが 現実じゃないか、赤ちゃんの心境じゃないかと思うんですけどね。だけども人間で生まれた以上ですね、やっぱり様々なね、おっぱいを飲んだり、あるいはご飯食べて大きくなって、で食事終わればごちそうさまって言うじゃないですか。それと同じようにね、人生も私たちにいただきます、ごちそうさまでしたとね、言ってくださってると思うんですよ。そしたら私たちも自分の人生に対していただきます、ごちそうさまでしたと、自分の人生を締めくくれるような言葉として使ってもいいんじゃないかなと思ったんですね。人生の最後に手合わせてね、ごちそうさまでした。ごちそうさまっていう言葉ね、ありがとうございましたでもいいですね。ありがとうございましたでもいいんですね。そういう言葉で締めくくれたらな、と思ってますけど、どうなるか分かりません。まあね、まあ、最後はお見せしないようにしたいと思ってます。次はブッダの、違います。闇と光は友達だ。いつも一緒に歩いている。闇は光を、光は闇を求めている間は闇のまま気づかずにいる。光と闇が一緒になってやっと一人前の人間だと。これは聖書にあるんですか？神様でしたが、光を来たれ、闇を去れっていうような言葉があったんですかね。それをティック・ナット・ハンさんが、まあ、揶揄したわけじゃないでしょうけどね。いや、仏教の立場からおっしゃったんでしょうけど、いやいや違いますよってね。光のあるところには闇がありますよって、ね、ティック・ナット・ハンさんが言ってましたけどね。あ、そうだなと思いました。光と闇は兄弟なんですね。姉妹と言ってもいいですね。つぎものなんですよ。光があれば闇があるんですよ、必ずね。だから、煩悩と菩提、煩悩即菩提と親鸞聖人おっしゃってるじゃないですか。あれ、光と闇ですよね。仏と我、仏が光だとすると私たち闇ですよ。だけどそれが同時にね、成立してるわけですね。私たちの頭ですと、闇は闇、光は光、正義は正義、悪は悪、悪はやっつけるべきもの、光は輝くものっていうふうに思ってますよね。そうじゃないんですよね。本当はというか、現実もそうでしょうけど、悪と正義というものはね、まあ、仏さんから見ればみんな悪なんでしょうけども、そういう仏様の世界で悪をね、私たちは行じてるわけですよね。あの人が悪とかじゃないんですね。まず私が悪だというところがありますよね。そういうところに光というものは差してくるということですね。だから気づかなければ、私は闇だと気づくのは光があったからですよね。でなきと、で、それでないと、いや、私は善だと、私は光なんだと思っているところには、闇はね、どこかにあるんですね。あいつが闇だ、あいつさえいなくなればということになってくるんじゃないですか。だから光と闇が一緒になってやっと一人前の人間、仏様と一緒に生きていくことが、闇の人生を生きる私にですね、希望の光を与えてくださるわけですよ。 変な話ですけど、そういうことなようですね。はい、次は、一人ぼっちの人生だから一人ぼっちで飯を食う。一人ぼっちの人生だから一人ぼっちでテレビを見る。一人ぼっちの人生だからみんなと話していても一人。一人ぼっちの人生だからたった一人で仏の声を聞く。一人ぼっちの人生だから一人ぼっちで死んでいく。一人ぼっちの人生だからみんなといても一人。一人ぼっちの人生だから。まあ、切れないですけどね。でも一人ぼっちでもね、ここに書いてますけども、一人だなったから仏様の声聞くことができたということもあるんですよね。逆転の発想ですよね。本田先生のお話なんかね、東京行って昔よく聞かせていただいたんですけども、毎年満員なんですね。あそこの教室80人ぐらいあるんですかね。もう30分ぐらい前になるともう入れなくなっちゃうんですけどね。だから1時間ぐらい前に新幹線でね、席に着いて飯食ってですね、確か2時から5時までです。お昼ご飯ね、おにぎり持ってた時もありましたけども、1時間ぐらい前に着いたんですよね。で1時間前に、
座ってるんですけどね、まあ、いっぱいいらっしゃるんですよね。だけども聞くのは私一人ですよね。何倍でも100人でも同じことですね。1000人でもね、聞くのは私一人、ね、まあ、寂しいとこもありますけれども、一人ぼっちでよかったなっていうところがね、逆に仏様に出会う大事なね、ご縁を与えていただいたなということがあるんじゃないでしょうかね。皆様方はどうでしょうかね。みんなで一緒にね、仏の詩を聞こうということなんでもいいんですけど、やっぱり最後は一人ですよね。往生は一人しのぎだって、ね、蓮如さんでしたがね、おっしゃってましたよね。集団でね、信心獲得しましょうということはなかなかできないんですよね。曽我先生が説教でね、比喩的に言ってたんですかね、お前の顔はひょっとこみたいだってね、講師の方がね、比喩で言ったんです。そしたら100人ぐらいいる聞いてる方の中でですね、男の人が一人パーッと立ち上がってね、なんで俺のことをひょっとこだと言うのかって言ってですね、思ったって言うんですよ。いや、お前あんたのこと言ってないって、ね、だけどそういうふうに俺のことだって言って聞くのが仏法なんですよね。罪悪人事のボンブですよね。何時真相水真相類列のボンブだよなって、偉大夫人がお釈迦様に言われた時に、聞いたんですよね。伊大家さんはね、身に当てて聞いたんです。身に当たったんですね。小私のことだってね。優しい言葉なんですよね。在庫人事のボンブってね、私にとっては辛い悲しいことだけども、よくぞお釈迦様はそう言ってくださった。よくぞ親鸞聖人私の心を見抜いてくださった。そこなんですよ。そこが私の一番のね、ウィークポイントだったんです。そこをきちっと見抜いてくださって、光を与えてくださる言葉に出会いたかったっていうことですよね。そこが私の本質ですっていうね。そういう、ですから、まあ、優しさのこもったね、仏様の言葉でもあるんですよね。で、決して否定的な言葉でないですね、と思います。次は、花も蝶もみんな死んでいく。美人も悪人もみんな死んでいく。善人も死んでいく。みんな平等にいつか必ず腹が立ってもすっきりはっきり墓が立つ。墓が今なくなってきましたけどね、だけどここに俺一人だけは絶対に死なないと妙な確信を持って生きている。親父が一人いるだけだ。これ私のことですね。俺は死なねえと。90、100まで生きていく、すごいもんですよね。昔はあまりそんなこと思ってなかったですけどね。俺は絶対死なないって、年を取れば取るほどなんかそういう、ね、思いが深くなってきましたね。逆ですよね。普通半減台目視力をしたりね、免許証のね、なんていうんですか、安全講習ですか。特別安全講習ね。事故を起こした老人がいたのでね、70歳以上の老人は全員ね、試験受けろって話ですよね。それもどうかなと思ったりしますけどね。まあ大体75ぐらいからガーッとね、能力落ちますんですね。テレビとか、ね、見てますと、そういう老人が多いですよね。まあ人のこと言えないですけども。まあいろいろな意見があってね、オートマじゃなくてマニュアルにした方がいいんじゃないかとかね。老人専用の車作ってくれとかですね、いろいろありましたけど、ただ足悪くなって動けなくなるとね、余計そういう機会に頼らざるを得ないんですよね。スーパーに行っても買い物の袋数えかかあのね、手に持ってくるだけで疲れるんですよね。ましてやそれでね、階段登ったり坂道歩いたりするとね、大変ですこれ。車あると楽なんです。特に田舎なんか行きますとね、もうスーパーコンビニが遠いですからね。皆さんね、トラクターとか高温機持ってるわけじゃないのでね、もうちょっとセグウェイとかね、もうちょっとあの簡易な自転車とかね、セグウェイのようなものだとかですね、自動車じゃなくてもいいから、簡易な乗り物をね、老人用の作ってほしいなと思う時あります。まあ不思議なことでね、
年取れば取るほど、まあ、頑固になるっていうんですかね、頑張らなきゃないっていう気持ちが逆に、矛盾した、ね、自分の考え方を証明しているのかなという気がします。これは前も言いましたけれども、次ですが、ブッダは才の角のごとく一人歩め、ね、一人で伝道しなさい、その方が二人で行くよりもね、多くの人に仏の教えが伝えるからって言いましたね。これキリスト教は二人って言いますけどね、仏教は一人って言います。涅槃行には一子児、一人の子供の地面って書いてですね、まあ、あの仏様の子供っていう。親鸞上人は親鸞一人がためなり、鏡山万一さんは独尊子っていうね、一人尊い子供って書くんですけど、宮沢賢治さんは一血の歌でしたかね、妹のさんと別れる時のですかね、その中にローマ字でオラオラで一人イグモンって、ね、まあこれはあの花、まあ東北弁ですけど、俺は俺で一人で死ねるからっていう意味ですね。宮沢賢治さんそういうに言ってました。ですからこれらはね、涅槃行、親鸞、鏡山万一、宮沢賢治さんもみんな仏様と一緒だから一人でいいんだなということですね。寂しいですけどね、なんかそういうことですね。次はもう46分ですが、助かるとは阿弥陀さんの慈悲の松明を受け取るようなものです。もらった時からそれは知恵の松明になり、一寸先や闇の人生を一人掲げて歩んでいくのです。一寸先が闇が、一寸先は光の人生に変わっていくのではないでしょうかと、まあこれですね。次は、一つの事件が起こった、多くの人が評論する、コメンテーターとして多くの人がいろいろな意見を言う、どの人の考えが正しいのか時間が解決してくれる時がある、まるで長距離レースのように一人また一人とコメンテーターが消えていく、そして入れ替わる、そして真実の人が一人残る、まるでお釈迦様や親鸞様の念仏のようだ。人間の時間、人間時間の激流に流されない岩のようだと、まあ、いろんな方はね、テレビで事件が起きますと、いろんな方がコメントをね、おっしゃってますよね。なるほど、そうだなという方多いですけどね。でも時間が経つと、どん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 変わっていくんですよね、意見がね。だけど中に、変わらないでね、確信をついた方、意見を言う方がいらっしゃいますよね。そういう方の意見聞いてますと、なるほどと納得しますし、その方の意見ってほとんど変わらないですよね、あらゆる問題に対してね。そういう方の意見さえ聞けばだんだん良くなってきますので それはまあ極論から言えばね、親鸞上人にお釈迦様の言葉がね、まるでそういうもんかなと思いますね。次は続きだったんですけど、そうそう、人間時間の激流に流されない岩のようだ、この念仏の岩、念仏岩念仏の岩ですが、この念仏岩が川の流れに耐えたのではなく、川の流れが念仏岩に耐えきれなくなったからなのだ、流されない岩があるから流されていく自分がわかるのだと、ですからお念仏というとね、なんかまだわからないやって言いますけども、お念仏は念仏岩ですから、ね、流されないんですね。お釈迦さんの教えも時代がどんなに変わってもね、変わらないんです。どんなに科学が進歩してもですね、ロケットが宇宙の果てまで行くようなことあっても、この真実だけは変わらないんですね。縁起の通りっていうね、死体発祥道というのは変わらないんですね。ですから私たちは何か違うものがあると思って、いつも新しいもの、新しいものと言ってですね、飛びつくんですよ。あ、この人のコメント面白い、この人のコメント、あ、そうかそうか。だけどみんなよくよく考えてみると流されっていくんですね。だけど現代まで残ってきたお釈迦様の教え、お念仏、親鸞上人の教えっていうものがね、流されないで残ってきたその岩をですね、やっぱり私たちはもっと少し注目をしなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。まあそれは選択の自由ですね。次は、一人去り、二人去り、自分去り、ね、あの人も死んでった、この人も死んでった、あれまだ若いのになって私も言いますよ、ね、新聞の県庁欄とか見ますとね、惜しい人亡くしたなと思います。だけどもいずれ自分もね、去っていくわけですね。
なんか自分は別でまだ生きてるような気しますよね。あれ不思議な感覚ですね。自分がそこに、まあね、名前が書かれないと思うんですね。自分は例外だと思ってるんですよね。いや、思ってます。いや、いずれ死ぬと思ってるんですよ。で、軽く思ってるんですね。まだまだ大丈夫です。あの医者に行けば、この医者に行けばと思ってますね。だけど必ず医者に行っても死ぬんですからね。今のうちにね、この一瞬ありがたいっていうところにね、まあ、ちゃんと心準備しておくことが大事かなと思いますね。終活っていうんですか、お葬式はあそこでね、お墓はあそこでね、ご遺体はあそこでね、家族に対しての遺産はこう。まあ、こうでですね、終活っていうそうですけどね、魂の終活は終わったのかって話ですね。なかなかそこまではね、時代の要請がないので 個人の責任のようでございましてね、そこは自分でね、自分が去る前にそこもしっかり終活しておけば、なんか逆にね、他の終活が見えてくるかなという気がいたします。まあ、最後です。人並みの人生を送りたいと思うようになった。だけど最近、人並みでなく自分並みの人生でもいいのかなと思うようになった。仏が言う、私の身の丈に合った生き方はできるのではないかと思うようになった。この無限の中で幽玄になりきって一人静かにだ。まあ、ちょっと威張ってね、書いてますけども そういうことじゃない、寂しいんですよ。寂しいんですけれども、人並みじゃなくてもいい、自分並みでいいのかなってね、この尊い仏様との出会いのご縁をね、一番の宝物として、少しずつね、静かに生きていけばいいのかなという気がいたします。今日は聞いていただいてありがとうございました。これで一人という言葉の意味については終わります。ありがとうございました。ナンマンダブス、ナンマンダブス。